こんにちは、チョメです。2020年の1月の24日、アイカ村に行ってきます。はい、昔行ったことあるんだけど今どうなってるんでしょうね。お、プレゼントが置いてある。夢の世界へようこそ、アイカ村ですね。はい、いや楽しみ、久しぶりに来た。何年ぶりだろうか。プレゼント、まずプレゼントを拾って中身を見てみろうか。開ける。斧かな。お人形、お人形を入手しました。じゃあちょっとずつ見ていこっか。家に入ってみる。ここ、とりあえず入ってみよう。あ、いたいた。これね、誕生パーティーをね、やっておりますね。お父さんとお母さんにね、祝ってもらってる感じですね。誕生日みたいですね。じゃあちょっと地下も行ってみよっか。こんな感じですね、中央の部屋は。いや、普通ですね。じゃあ、2階行こう。地下はなかった。いいね、思い出だこれ。箱庭のやつもある。幸せそうな家庭ですね、みんな。生まれて犬も飼ってたみたいですね。お人形さんがね、なんか友達みたいな感じで。この辺もなんか可愛らしい趣味をしておりますね。じゃあ、はい、メインのね、家から入っちゃいましたね。左上にも家がある。ちょっと行ってみよう。あれは多分住民の家だと思うけどね。いや、いたって普通じゃない。なんかこんな普通な家だったかな。家っていうか町だったかな。ここはあれでしょう、コンピューターの家でしょ、シュバルツ。入ってみよう。いやー、シュバルツにもお人形あげてんのか。これね、あのお人形って確かあげることができるんだよね、確かね。はーい、ディースキーだって。フックもプレゼントしたのかな。じゃあちょっと出て他のところ行ってみよう。あ、バイバイ。いや、この夢見の森実況楽しいぞ。あの、忘れてるから私、村の名前とか。桃も同じだね、私の村とね。はい、開かない踏切。これだけでもちょっと恐怖だよね。ずっとね、開かない。電車が来ない。ホラーですよ、ある意味。ここにちょっと池があって、池っていうか川があるんだね。橋を渡ろう。なんか、左のところの海岸のところになんかあってる。魔法のランプが落ちてる、ここ。落とし穴じゃない？大丈夫か？あ、ロリポップ。あ、これ、あ、変わってないね、ここの辺。同じだ、昔と。これは何？この辺変わってないよね、紙くず。あったよね、こういうのがね。これ右は行き止まりになってるって感じかな？なんでここだけめちゃめちゃ汚れてるのかっていうのも気になるけどな。大当たりの剣。音楽もいいね、これ。音楽聞こえる？デスクトップ音。ちょっとちっちゃいかな？動物の森だったら。あ、墓がある。ちょっと BGM でかくしてみよっか。警察、あ、宝箱。拾っとこう。盗んで帰るか。じゃ、ちょっと、音変えよう。ちょっと音量上げたけど、こんな感じでいいかな？ちょっとでかすぎたか？なんかでかくなっちゃったな。BGM が少なかったからね。これ何これ？蜂の巣？落とし物。はーい、こんなんあったっけ。結構こだわってますね。ちょっとよそ行ってみ。お、村人発見。火の粉だ。そうですよ、夢見てますよ。ちょっと入る。あー、出てくるよ。入れないのか。おい、出てくるよ。中のはどうなってるのかって、何を送ってるかっていうのもちょっと見たいよね。結構こだわってる人って、この住人に渡すプレゼントとかもこだわってるからな。メガホン、これで呼べば来るみたい。あー、かわいい、お人形いるね。ここは明かりがついてるから入ってみよう。これとかも渡したんだよな。絶対お人形がいるね、これ。移動とかはできないと。お人形が大好きなんでしょうね。
いやー楽しくなってきましたね、ほんと。これ、うわ、びっくりした。いきなり出てきた。なんだ。お土産チョコレート。まあ、いろいろ。ケーキもある。いろいろね。あ、でもね、落ちてるやつ拾って食べたらお腹壊すから皆さん真似しちゃダメです。ここに来たの、君。あ、これサブキャラか。ちっちゃい、あって書いてある。じゃあ入りますね。はい。あー、懐かしい。思い出した。こんな感じだったわ。何があったかな？ちょっと待って、移動ができない。こうやって移動するんですよね。入れるかな？皆さん耳大丈夫？ちょっと BGM 上げちゃったけど。音楽がちょっとバグってる。怖っ。みんなどこ見てるの？クマさんとかもどこ見てるの？え？なんかおかしくねえか？このクマさん左側と右側見てるところがおる。お人形もおるし。目がある。これ目だよな。怖っ。上映会かなんかやってんのかな？うん、怖いね。これ非常階段みたいなやつ、猫になってるね、上。それか、愛花ちゃんのアイコンなのかもしれん。なんか猫っぽいよな。めんどくさがらずに戻れってことか。あー、ダメか。行き止まりか。じゃあこれ左行ってみよっかな。株が腐ってる。これは何？お弁当。三人でお弁当。みんな仲良く食べて、あ、これなんか嫌な予感がする。これさ、仲間外れにされた愛花ちゃんじゃないかな。どこにも、あの、お弁当グループにね、入れられてない。なんかかわいそうな感じがあるわ。すごいかわいそう。右の部屋に来てみました。なんだこりゃ。首なし、これね、偽物だったよね、確か。この袋の時計って初めて見たかもしんない、これ。昔からあったっけ、これ。これハートとかもある。バラもあるね。なんだこれ怖すぎるぞ。なんで靴が落ちてゴミもあるんだ。ちょっと早く出ましょう、これ。なんか神秘的なね、ところでした。いやー、アダムとイブ。これは変わってないね。昔からあるね。これ蛇年ってことでしょうね。まあネズミ年になりましたけどね。あ、違うか。そういう意味じゃないね。地下に来ました。お金がいっぱい落ちてます。これお金だよね。泣いてる泣いてる。これなんだこれ。埴輪か。こんなの追加されてた？なんかの音楽になってんのかな？だるまさんが転んだ。うぅ、だるまさんが転んだ。またら、面白いね、これ。なんかだるまさんが転んだゲームできそう。いやー、神秘的なね、家でしたわ、ほんと。じゃあ、ちょっと出して。左行ってみよう。この株が腐ってる、これ。これは、あれなのかな？愛花ちゃん失敗しちゃったのかな、株。これ、シュバルツ？違う、ジュリーか。ジュリーね。まあ、別に緊張はしてないけどな。これ木が枯れてる。じゃあ、入ってみよっか。なんか、ボロボロだぞ、もう見た感じ。外の外壁が。冬とか寒そうだね。怖っ！これ拾えない？怖いよ、これ。あったな、そういえばこういうの。なんか絵が飾ってある。これ家族の写真だ、これ。前飾ってあったやつ。見えないけど。見えない。うまく見えればいいけど。これどうなってんだ？この絵がここで見えるか。仲いい感じですよね。なにこれ？卵と手帳。これも思い出だ、すごく。これは何だろう。四つ葉のクローバーとなんかノート。思い出みたいな感じか。今までのね。でもなんでこんな散らかってるんだろう。よーし、道が分かんなくなったぞ。帰り道がな。こっちも行ってみよっか。飴が置いてあるね。卵が、2、4、6、8。
夢日記っぽいな、なんか。怖い怖い怖い、早く逃げろこれ左も見ていこっか。いけるよね。わあ、いい感じの家に入った。あ、美味しそう、これ。ピチピチのね、お魚どうです皆さん。なんかこうやってさ、声かけたらさ、喋る魚おったよね。動いたりとかね。あれ思い出しちゃったよ。なんかいきなり喋り出してびっくりする魚。めちゃめちゃピチピチじゃねえか。これ早く食べてあげないとお魚さんたちもかわいそうや。これさ、もしかしてさ、いっぱい友達呼んで魚用意したけど誰も来てくれなかったって感じなのかな。どうなんだろうね。でもなんか音楽が不気味だ。怖いわ。なんか早く出よう。ここも上と下がありますね。今にもお人形さんが来そうだけど怖いわ。はい、2階に上がってきました。クマさん一緒に見る？何のテレビ見てんの？怖っ。お人形さんの顔見よっか。怖いよ。これは、夜とか見たらあれだな。鍋とかもある。あ、これ何これ？友達かな？彼氏かな？動物が友達みたいな感じか。さっきの魚とかじゃないよな。いや、どう見てもアザラシっぽいよな。ファックスか。お人形かな。地下に来ました。カフェやってるんだ。めちゃめちゃ美味しそうこれここでカフェをね、みんなで飲めるね。こういう雰囲気好き。この和風みたいな感じ。暖炉とかこういう生活してみたいわ。薪入れてね。昔なんかうちのおばあちゃんとおじいちゃんのね、家はね、なんか風呂を炊くのね、こんな感じだったからね。あの田舎行ったら、今は違うけどね、昔はなんかそんな感じだったよ。あ、コーヒーだレコードもあるよ。ここはちょっと落ち着くね。これココナッツみたいな感じ。あのチョコレートの原料かな。じゃあちょっとね、他のとこ行ってみよう。はい、出てきました。あと左上に家があるね。このアイカちゃんはどこのアイカちゃん？胃がちっちゃいアイカちゃんか。いっぱいいるね、アイカちゃんが。最後に海岸行ってみようかな。なんか、海に入れないのかな？スウェットスーツみたいなやつ。なんかね、行きたくても行けないところがあったんだよね。すごく気になる、あの左上のところ。あそこ昔気になってた、行ったことあるけど。昔。じゃあちょっと入ろう、最後。どこ見てんの？うわ、ちょうどいい感じで見てるじゃん。あの左上のところ。楽しい夢はすぐ終わる。あそこあそこ。左上のところ。まあちょっと家入るか。なぜかピコピコハンマーを出してしまったという。最後の家です。2階だけあるね。ゴミだらけだな。すごい。このピザとかもめちゃめちゃ綺麗。これスイッチ版の動物の森楽しみだな。どんな感じにアイカ村作るんだろう。なんか作る予定みたいなんですよね。私はすぐなんかスイッチ版の夢見の館、アイカ村に一番最初に行こうかと思ってますよ。アイカ村の実況をしようと思ったきっかけがあってよと思ったんだけど。これ何やったの？これ捕まったの？二人で。お人形さんと。アイカちゃん。両親を、もしかしたら、あやめちゃった設定だったかな？ちょっと怖くなってきた。逃げろー。いや、私がね、動物の森、3DS をね、買って、夢見の森に初めて行ったのが、この町なんですよ。この村か。ほんとね、初期の頃からある村なんですよね。一番最初に有名になったところじゃないかな。だから懐かしい。私も夢見の森実況をしようと思って、一番最初に実況しようと思ったのがね、この村なんですよ。思い出のあるね、村、え？どうなってんのこれ。思い出なんかいらない。私の存在を消したいって感じなのかなこれ。ちょっとアイカ村の設定をちょっと読むか。楽しみ。どんな感じだったっけ。もう私は一度来たことあるから大体わかるんだけど、これ初見で来たら結構衝撃的で、いろいろ考えさせられて、なんか面白いっていうか、すごいワクワクドキドキするよな。わあ、これ先に来た。お墓なかったっけこの先。確か
ちょっとダイビングスーツとか探してみる？ないと思うけど。あっちがすごく気になる。落ちてるようになってんのかな、どっか。あと海岸で終わりですね。こんな感じ。あまり変わりません。靴も落ちてる。拾っていってあげよう。ここから飛び降り、飛び降りではないか。音楽落ち着くよね、ほんと。聴いてるだけで癒される。私、夕方の音楽は好きなんですけどね。この村にもカッペイとか来るのか。来づらいだろうな、カッペイとか。謎の袋。謎の袋、これ何謎の袋って。なんか仕様が変わったのかな？開けたらわかる？これ。身につけてみる。あー、なるほど、そういうことか。サンタクロースのやつか。もう忘れてるな。あ、こんな感じのね。村です。アイカ村はね。いや、楽しい。次回もなんかね、夢見の森実況、やっていこうかなと思います。ここで、アイカ村の歩みが見れるんだけど、2012年だからね。やっぱり最後はこの幸せなところで終わろうかな。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。